キクトーク、おはようございます。おはようございます。2021年4月21日水曜日です。はい、この番組は50代夫婦が生活の中で感じたこと、お役立ち情報、2人で作っている朗読チャンネルの情報などをお届けしておりますと、はい、はい、いうことですけどもね。はい、はい、今日は、また菊池家リビングシアターとの、まあ、あのコラボ企画ということがですね、両方で放送しますけれども、まあ、前回ね、菊池家リビングシアターの方が、めでたく50回を達成しまして、それでそのまま50回を記念してですね、菊池家リビングシアターの方ではですね、まあ、21回目、21回目からまあ49回目までですね、正確に言うと、まあそうだね、うん、の、まあ、あ、作品の、まあ、振り返りをやったわけですよ、はいはい、まあ、あの前回の振り返りはね、20回目の時に振り返りをやったので、まあ、それ以降のね、作品で、まあ、あの振り返ってみたということだったんですけども、はいはい、まあ、今回は、また菊池家リビングシアターと、キクトーク、まあ、両方見て聞いていただいている方に向けてですね、うん、まあ、あのスペシャル、超スペシャル企画ということで超スペシャル企画なんだまあ、20回目で一度振り返り、うん、50回でまた振り返ったんですけども、うん、まあ、この、トークではですね、うん、ここまでを全体的に振り返ってみようと。ああ、なるほど、はい、50回を振り返る、50回を振り返る、うん、で、まあ、ただ振り返ってもつまらないので、はい、っていうか、まあ、50個全部は振り返れないので、うん、ここまでの視聴回数ベスト10、パフ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 みたいなことをね、なるほど、まあ、ざっくりと、うん、やりながら振り返ってみようかな、うん、ああいいですね、はいはい、うん、まあ、ね、最近聞き始めた方とか、まあ、聞くトークをお聞きのね、皆様には、まあまあ、あの最近の作品は聞くトークの方にもアップしてますけれども、うん、過去の作品なんかはね、あまり聞く機会はないと思いますので、ちょっとここでね、どんな作品を、はいはい、まあ、これまでやってきたのかというのを、うん、視聴回数をもとに、おすすめ作品をピックアップしてみようかなと思いますと、はい、まあ、といってもね、まあ、ざっくりという感じで、まあ、ベスト10で行ってみたいと、ベスト10、はい、いいですね、思います、はいはいはい、で、まあ、どうしても、うん、まあ、これはね、放送時間との兼ね合いで、やっぱり最近のものとね、うん、最初の頃にやったものとでは、うん、こう、YouTube で流されている時間、期間がそもそも違いますの で、 あ、そうですね、どうしてもね、過去の作品の方が視聴回数はどうしてもね、多くなっちゃうんですよ、うん、まあ、それは仕方がないと、うん、そうね、うん、で、まあ、それも、あ、まあ、単純に、まあ、人気だけの問題ではなくてですね、放送時間というかね、配信時間、にも関わっているので、まあ、単純にそれが人気作品だとかね、いうことは言えないかもしれないんですけれども、まあ、そこはご了承いただきということでございます、うん、はい、まあ、過去の作品もこの機会ですからね、ちょっと振り返って、そうです、ね、簡単にちょっとトークしてみようかなと思います、はい、みどりさんは知らないですね、し、うん、まあ、だいたいわかるけどね、だいたいわかる、うん、そういうことは言わないはい、では行ってみましょう、はい、まず流行る第10位は、お、どどどどどどじゃん、雪女、割と最近のじゃないですか。第40回雪女小泉八雲、193回視聴でした。意外と最近の作品入りましたね。入りました。はいはい、それも分かんないな、はいはい、雪女どうですか、みどりさんが、うん、頑張った作品ですね。そう、うん、そうそう、あれはね、確かあれだよね、家のその衣替えじゃない、配置替え、模様替えをして、そうそう、最初の作品だったかな、うん、最初の作品です、そうだよね、はい、うん、だからなんかちょっとやっぱり気合いも入ったし、気合いも入ったね、うんうんうん、まあ、やっぱりお話自体がちょっとこう美しくも悲しいね、うんうん、感じで、まあ私は好きでしたけど ね、 ね、最後のみどりさん の、うん、ね、雪女の顔も印象的だというなコメントもいただいてたかなと思いますね、はいはい、ありがとうございます。これはね、確かに映像にもね、うん、ちょっとこだわり始めた菊池家リビングシアター、新たな第一歩となる作品、確かに
だったということですね、うん、第40回、ね、はいはい、よかったらば、まあ、またね思い出してみていただければなと思います、はいはい、続きまして、うん、第9位はじゃん、第34回サンタクロースはいるんだ、おニューヨーク、三新聞でしたっけ、はい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 、なるほどなるほど、205回視聴、ここからも200回以上になるんですけどね、なるほどなるほど、はい、これはやっぱりまあまあ、もちろん話としてもすごくいい話、はいはい、ニューヨークのね、うん、新聞の社説でちっちゃい8歳だったかな、うんうん、女の子が、うん、サンタクロースは本当にいるんですか、うん、って聞いたのに対するその社説のね、うん、返答が素晴らしいということでね、うんうん、青空文庫に収録されたということでしたけどね、本当になんかこうなんか素敵な話だよね、うん、素敵な話だった、うん、あとはやっぱりこれ季節ものというかね、うんうんうん、クリスマスの頃にやったから、うんうん、まあ皆さんやっぱりそういう時期はそういうものをね見たり聞いたりしたくなるというのも若干ね、うん、あるのかなと思いましたけど、うん、でもこれすごく有名なお話らしくて、そうそうそう、私は知ってました、ね、うん、はい、でたくさんの方が読んでらっしゃったりもするという感じですね、そうそうそう、そうでしたね、うん、はいはいはい、バージニアちゃんね、あー、いやいや、そうだったね、はい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 、ね、学校の先生になったんだね、その後大きくなってからなったというね、素敵な話でした、はい、まあそれが、第9位でした、はいはい、続きまして、第8位はじゃん、第29回沼地芥川龍之介209回視聴、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます、そうか、ここで沼地が来るか、はい、まあ、これは ね、昨年の年末にかけてですね、うん、私が、芥川龍之介シリーズをあーやった時にですね、はいはい、読んだ作品で、うん、これはまあ自分の中でもね、俺作品としてもとてもやっぱり印象深いというか好きな作品で、うん、自分もねこれはこの間も話しましたけど、初めてみどりさんと私がそうかぶったという、そうやりたい作品がここまで一回も被らなかったのに、うんうん、初めて被ったね。ね。うん、で、まあ私も怒られたという。怒ってないでしょ。なんでことしてくれるんだ、私が読もうと思ったのに、プンプンみたいな。そんなことはないですよね。うん、まあまあ、これはでも本当にまあ、なんつうのかな、知らなかったんだけどね。うん、私も知らなかった。だけど読んでみたらば、うん、とても面白い作品で、まあみかん。芥川龍之介のみかんは有名だけれども、まあ、みかんと同時期に書かれた作品で、まあ、どちらも芥川龍之介の、まあ、その絵画とかね絵に対する、まあ、絵画的な作品というかな、色とかね、うん、まあ、そういうものもこうイメージさせるような、うん、作品で、うん、とてもやっぱりこれは味わいの深いね、芥川龍之介らしい作品なんだなというのを感じましたね。やっぱりなんかこう芸術の世界に生きるものの、うんうん、まあ厳しさというかね、はいはい、鮮烈さというか、はい、なんかそういう人たちが追い求めるものに対するまあすごく厳しいけれども、うんうんうん、でもこういうものなんだなっていうなんかね、うん、すごく深い教えというか、うんうん、あるなと思って、短いけれどもね、うんうん、とてもいい作品でした ね、うん、はい、以上第8位でした、はいはい、続きまして第7位はてるじゃん、第4回赤とんぼ新見南吉212回視聴、イエーイ、はい、なるほどね、ぐっと最初の頃に来ました、うん、第4回赤とんぼ、はい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 、これはいい作品でしたね、これなんかみどりさん好きな作品だって前言ってましたね、大好きでしたね、ね、うん、一応なんだろう、童話になるのこれ、童話だね、まあ、新見南吉さんのね童話だね、童話だけれども、うん、なんかその私はねなぜかね、うん、赤とんぼにすごい感情移入しちゃったね、うん、おこれなんか悲しいなっていうか寂しいなっていうさ、ねね、そうだったね、うんうん、なんかこう少女とね、うんうん、赤とんぼのひと夏の、うんうん、そうそう、なんか短い時間のね、うんうん、楽しい時間の話だったけど、そうそう、
ね、最後にやっぱり女の子はね、うん、避暑地から元のお家に帰っちゃうから、うん、赤とんぼとはバイバイしなくちゃいけないっていう、うん、なんかそのあたりのね、うん、なんか赤とんぼが、うん、あれなんかいないなって思った時の赤とんぼはどんな気持ちだったんだろうって考えるとすごい切なくなりました切なくなっちゃう。これはね、まあ、私としてはね、うん、まあ、いろんなあ、トンボの役もやってみたり、そう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 、目が回ってみたり、はいはいはい、目を回してみたり回ってみたりとかね、そうそう、まだ第4回目だから、うん、どんな風にやるかっていうのをね、うん、まあなんていうの、試行錯誤の段階で探りながら、ね、探りながらで、どうすれば、まあ、面白く、うん、まあ、読めるかっていうのをね、うんうん、考えて、まあ、結構動きなんかも入れたりしてね、そうそう、でもあれ面白かったね、トンボとして飛んでみたり、そうそうもうだってほら私なんかあれいくつだったっけ、あの小学生かな、ねえ、うん、でほら、赤い百均でね、そう、麦わら帽子を買ってね、赤いリボンつけてね、やりましたね。やりましたね。はい、はい、頑張りました。まあ、なかなかそういう意味でも思い出深い。思い出深いです。でもこれ本当にね、うん、素敵な作品だと思うので、いや、めっちゃいい。本当泣きますよこれ。ぜひね、見てほしいなと思います。うん、はい、第4回、赤とんぼでした。はい。はい、続きまして第6位は。てるじゃん。第42回夢十夜より第1夜夏目漱石232回視聴来ましたよ、ここに素晴らしい、最近のまた入りましたね、入りました夢十夜、ね、より第1夜、はいはいはい、これもあのね、うん、まあ、最近その模様替えをしてからですよ、作品で、うん、これはみどりさん頑張ってね、頑張りました、また読んだ作品、そうでしたね、そう、まあこれはやっぱりその、うん、まあ夢十夜ってもう数限りなくいろんな方々が読んでらして、はいはいはい、まあ、みんなそれぞれ、うん、みんな好きね、夢十夜ね好きだね、ね、うん、すごい多いんだよね、うん、多いね、定番っていう感じだよね、まあ、ね、朗読としてはね、やっぱりこの1夜と3夜はすごく多くて、うんうんうん、まあ、他のね、はいはい、8夜とか好きっておっしゃってた方もいたけれども、はいはい、すごく人気で、はいはい、まあ、やっぱり発表会というかね、はい、朗読の勉強で、はい、まあ、読んだことありますっていう人、私たちもね、うん、それぞれ講演で会ったことがあるとか、うん、まあ本当一度はね、うん、読んだことのある作品で、うん、まあ、ちょっとこの不思議な感じをね、うん、どうやったら出せるのかなと思いつつ、うんうん、まあ試行錯誤を、はい、それこそしながらね、はいはい、読みましたけれども、はいはい、やっぱり結構人気だねこの作品もね、やっぱね、まあ、やっぱそうなんだなと思う ね、 ね、強いね、強いね、はいはい、まあ、夏目漱石さんの短編もね、うん、あんまりこう物語、まあ、物語と言っていいのかどうか分かんないけど、あんまり多くない、随筆以外はあんまり多くないしね、うんうん、まあ、そういった意味でも読まれているのかな、なんか独特の不思議な感じが、まあ、私は好きなんですけどね、面白かったなと思います、はい、続きまして、はい、第5位じゃん、第31回カエル芥川龍之介235回視聴、どの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 、はい、来ましたね、来ましたカエル、またこれもね芥川龍之介シリーズの時に読んだものですけども、すごいすごい、カエル人気だね、大人気じゃん、大人気よ、うん、この作品も知らなかったんだけど ね、 知らなかったね、これで初めて知ったんだけれども、まあなんつうの、人間世界をね、カエルの世界とこう置き換えたりしてね、これもなんかこう眼蓄のあるというか、芥川龍之介らしいというかね、まあ読んだ私としてはなんかそのカエルのね、なんかこう演説みたいなね、そうやってたね、そう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 、あ、ちょっとね、うん、演説ぶった朗読がちょっと楽しかったなと、うん、食べられちゃったりね、そう食べられちゃったりねするんだけどいやでも本当不条理な感じ、めっちゃシュールというか ね、 ね、そうそう、いや本当その通りだよねっていうね、うんうんうん、なんかこう、うん、
なんでしょう、本当に深いね、これもね。ね、みどりさんはそのカエルになった。私はカエルをやりました。ひゃーとか言ってましたね。言ってた。本当にひゃーって書いてあるんだもんね。そうそう、あれね、カエルがひゃーっていうのかっていうのはちょっと置いといて、ね、置いといて、ひゃーひゃー書いてあるから頑張りました。まあでもこれはやっぱりやって、うん、あーって思った作品ですね、うん、こういう作品あったんだなと思って。そうだね、うん、面白かったな、はいはい。続きまして第4位は、はい、じゃん、第3回箱の中のあなた、お山川なんですか、山川マサオさんだ、うん、262回視聴。イエーイ、はいはい、はい、いやーこれも第3回ですよ。まあこの辺になってくるとやっぱりちょっと期間がね、そうそう、ものを言う感じはありますね。あるけども、うん、でもまあまあ私としてはそのそ好きな好きなタイプ、大好きな感じのお話、ね、まあ、ちょっとミステリアスなね、はいはい、あの感じのお話で、はいはい、あのちょっと男の人が苦手なね、うんうん、女の人が、うん、まあ、観光客の男性に写真を撮ってほしいと言われて、うん、撮ってあげるんだけど、うん、そこからいろんなことが起こりますみたいな、そうそうそう、うん、で最後にはあんなことになりますみたいなね。そうそうそう、気になるでしょ。 ちょっと、うん、ちょっとこうなんか推理もの、推理サスペンス、うん、まあ、サスペンス、サスペンスかな、あ、推理じゃないか、サスペンスだね、まあ、謎って感じじゃないんだよね、うんうん、ちょっとこう若干ホラーなところもあるよね。あ、そうだね、うんうん、ちょっとヒッチコック的な感じかな、うん、うん、この山川さんはあの本当こういうね短い小説を結構書かれてる人で、うんうん、やっぱ、まあ、推理っていうのかな、ちょっとミステリアスなものを、うんうん、あの書いてらっしゃって、はいはい、ちょっと今後もね、はいはい、私読みたいなと思ってるのあるので、ね、うんうん、この時もそう言ってたよね、今後読み続けますみたいな、そう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 、ちょっと怖い感じのね、はい、作品で、うん、面白かったなと思いますね、うん、なんか撮影の時もこれはこう上の方からね、うん、そうそう、なんかあのテーブルに乗っかって、そうそう、三脚をテーブルの上に立てて、 その上に乗っかってなんかこう上から撮影するみたいなこともやってみたりね。誰か死んでましたね。死んでましたね。そうそうそう、そんなこともいい、上からね、そう、その死んでる顔を撮りましたね。撮りました。うん、あともやりましたね。やりましたね。でもあれ3回目にしてあんなことしてたんだね。すごいね、うん。いきなりやってたんだね。そう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 、うん、あれも意外と。そういう意味では大変だったね、うんうんうん、大変だったけどね、うんうん、まあ、ぜひねこれもちょっとあのこれは見てほしい、ぜひ、ね、私はお気に入りです ね、はい、うん、では続きまして、はい、ベスト3に行きましょう。はい、第3位はじゃん、第2回千人芥川龍之介305回視聴。おー、まあ、さっきのが第3回で、うん、まあ、第2回もうやっぱりね、やっぱりね、この辺になるとまあ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 、まあ、まあもうね、そうなりますよ。1年ぐらい1年経つもんね、やってるから11ヶ月前とか出てるから ね、うん、まあやっぱそれだけねずっと、うん、まあまあまあ、 あの配信され続けているので、ね、あるけどね、あるけどね、うん、でもこの作品自体もね、うん、楽しかったというか、そう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 、うん、これはほらいろいろ解釈がね、うんうんうん、あってね、うん、最後どういうことだったんだということでね、いろいろあるっていうのも面白かったね、うんうんうん、いやこうやって見ると芥川龍之介の作品は、まあ、まあもちろん読んだ作品も多いんだけれども、うん、やっぱ多いねこうやって出てくるのね、いや、 やっぱりそうだよ、うん、特にね、朗読みたいなことをやろうと思うと、うん、はい、まあ、この人やっぱり短編いっぱい書いてるし ね、 しね、それも小眼蓄のあるちょっと深い話とか、はいはいはい、まあ、そういうの本当多いと思うよ。そうだね、うん、そうね、ね、うん、いやこれもなんか私はほらおかみさんとかね、はいはい、やったんだけど、はいはい、なんか最後帰っていくところがサザエさんみたいだって言われた。どうして？あ、ほら
びっくりしてほら口を開けて帰っていくところがなんかサザエさんがあの家の中にこう整列して帰っていく、うん、あのオープニングか、うん、オープニングのラスト、うんうんみたいだって言われた、うん、そんな思い出が個人的にはありますけどね。まあ、これはまあ私的には、うんまあ、あの初めてね、まあめまあ、自分が中心に、うんそうねまあまあ、2回目ですからね、私が読んで、まあ、本当どうやって読もうかなと思ったりしたんだけども、うんうん、大丈夫かな、まあ、でもこれはかなりね楽しく何役かね、うん、読み分けたりしながら、うんやったのも楽しかったし、あまあこういう風にやれば、うんこういう配信でね、朗読できるんだなっていうのも改めてね確認できた作品だったかなと思います。そうですね、はい。では続きまして第2位は、はい、じゃん、第8回セメントダルの中の手紙、葉山芳樹452回視聴。なるほど、これですよ、これがあったね。そういえばね、これぐっと増えて452回。うん、何が2位になったんだろうと思ってた。はい、セメントダルの中の手紙ですよ。なるほどね、これはおそらくやっぱりこの朗読で読んだりしてる人が多いんじゃないかな。あ、そうなのか。だからよく検索されているみたい。あ、そうなんだ、うん、検索から来てる人が多いみたいだよね。あ、そう、うん、なるほどね、うん、まあこれもまあほどほどの短編だけれども、まあ、作品としては、まあ、プロレタリア文学というかね、労働者の文学というか、うんまあ、そういうお話で、まあ、これはまあ、私がメインでは読んだけれども、でもその実際の手紙のね、部分はみどりさんが読んで、うんはいうん、あのところ良かったな、あの手紙のところね、手紙のとこ、うん、グッとくるような感じね、うんうん、まあだからね、なんかそのそういう時代があって、で、まあ、そういう人たちのまあそれこそ汗と血と涙の上にね、今の我々がいるとそうそうそういうことですよ ね、まあ、この作品はあの学校の教科書とかにもね、そう高校だったかな、まあ、高校ぐらいだろうね、うん、まあそういうのでもすごくね、そういう意味でも皆さんよく知っている、作品なのかもしれないし、まあ先ほども言ったけど朗読もねよくされている、まあ、短編なのでね、うん読まれてるんじゃないかなと思って、それでこの視聴回数にもね反映してるのかなと思います、ね、はい、はいはい、さて、はいでは残すところあと一作品、はい、第1位はじゃじゃん第1回回想岡本かの子648回視聴。圧倒的ですね。まあ1回目だからね。1回目だもんね。まあ、ね、まあまあそれは1回目だっていうのは大きいと思うけどね。大きい大きい。これだけ突出して多いからね。うん、桁は一緒だけど、まあそのね回数2位、ね、2位との差も結構あるしね。まあやっぱりほら。1回目は見てみようかっていう人がやっぱりね多いからさ、そうそうそう、何でもそうだよね。そうそうそう、うん、だからこう、まあ、とりあえずね1回目見ようかって言って見てくださった方がまずは多かったよね、うんうんうん、今からこの1回目を見るとどういう風に感じる？いやーなんかね俺本当に久しぶりにこういうさ、うん、こう誰かに見てもらうっていう作品を、うん、まあやったから、うん、なんかこうあまりいろんな計算とかができてなくて、うんうんうん、なんかこう勢いのままになんかわーっと読んじゃった感が今となってはあるね、はいはい、あ、じゃあ今もう一回やれるんだったら撮り直したいぐらいの感じ、うんうん、まあなんかやっぱりもうちょっと違う風にできるんじゃないかなとは思う。はいはい、1年経っていろいろやってきて、うん、まあ
こんな感じにするとこうなるんだなっていうのもさ、うん、だんだんこう自分の中でも分かってきたから、はいはい、まあこの回想っていうのをなんで私がやりたかったかというと、うん、やっぱりそのほら戦争前の、うん、時代のお話でね、うん、ちょっとこう世の中が閉塞感が出てきて、はい、なんて言うんでしょう、そのこの間まで女子学生だった主人公が、うん、あまり自由なことができなくなっちゃって、うん、まあ、それを、まあ、回想っていうからには、うん、その走ることでね、はい、この人はこの女の子はその陸上の選手だったから、うん、走ることでそれをこう一掃して、うん、なんか時代を乗り切るじゃないけれども、うん、まあ、そういうところが、はい、そのまあ、今もそうだけれども、うん、このコロナ禍における今の私たちの、うん、ちょっとこう鬱屈した、うん、なんかこうわーって発散したいっていう、うん、まあ、そういう気持ちとつながるような気がして、はいはい、まあ、まずこれを読みたいなと思ったんだよね。なるほど。だからそういう気持ちがやっぱちょっと強すぎて、うんうんうん、とにかくこうわーっと、まあね、主人公も若いけれども、まあそういう勢いがすごくあったがかな、うん、という気はするね。はいはいはい、そうね、何せ1回目ですからね、とにかくやってみようということでね、うん、そうそう、やってみて、うんうん、まあこの時はカメラも2回目かな。あ、そうだったっけ。多分、お互いの iPhone を、それ使って、うん、2iPhone で だから編集も、まあ、ちょっとね、あまりカットが取れてないから、あ、そうかそうか、そうそうそう、うん、ちょっとねその辺も今とはだいぶ違うし、そうだよね、最初のトークとかもなんか今とちょっと違うよね。あ、なんとなく、そりゃそうだよね。なんとなくぎこちなく始まっている感じかな、うん、かな、うん、それもあるかもね。でも作品自体は、うん、あ、その岡本かの子さんっていうのも僕あんま知らなかったし、あ、そうかそうか、そのこの岡本太郎さん ね、お母さんですね、この作品も そもそも知らなかったし、うんうん、でもなんか、その時も言ったかもしれないけど、なんかテストのなんか大学センター試験かなんかの問題にもなってるぐらい、まんま出たんでしょ、うん、そうの作品だから、うん、まあね、意外とそういうのにも使われてるんだなと思ったり、長さ的にね、うん、全文出してもまあ、目読だったらね、うん、結構すぐ読めちゃう、ね、そうだね、そうだね、うん、いや、これは素敵な、なんかこんな爽やかな物語が青空文庫に収録されてるんだなと思ったよ。はいはい、うん、ね、でもなんか爽快感のあるね、はいはい、そうそうそう、すっきりする、そう、うん、まあ、ちょうどねコロナ禍で何かできることはないかということで始めて、うん、の第1回目だったので、そうそう、こう家にいなきゃならないっていうね状況の中、うん、外をねこうやって改装するっていうね、そういう爽やかなねお話がいいよねなんていうこともあって、うん、この作品にしたんだったと思うんで、まあ、この作品もね、まあ、その今から比べればだいぶ稚拙なところは、まあ、ね、いろいろあるかもしれないけど、うん、でもまあまあウイウイしさとね、そうね、うん、とにかくやってみてますみたいなね、そう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 、いうのは、ね、うん、伝わるんじゃないかなと思うので、うん、まあね、菊池家リビングシアターのこの第一歩、あ、歩みの第一歩をね、うん、まだご覧になってない方はまあ、今のとねこう比べてみていただいてもちょっと面白いかもしれないし、まあ、作品としても話としてはとてもね面白い作品なので、本当に面白い話です、うん、いい作品、そんなね昔に書く、昔っていうかこれ何年ぐらいだったかな、大正、戦後か、ごめん、うん、戦後、ね、これから戦争が始まる、あ、そうか、戦前、うん、その頃に書かれた作品とは思えない、うん、なんかなんとかな爽やかさというかさ、そう、すがすがしい感じがする、あったよね、ね、そうそうすごくそう、いいです、ね、本当にいいお話だった、ぜひ見て聞いていただければなと思いました、ね、はい、以上ベスト10でしたけれども、はいはいはい、ざっと振り返ってみましたが、うん、いかがでしたか、
ね、うん、そうですね、うん、まあ、もちろんね、最初の頃やった作品が上位っていうのは分かってたんだけれども、うん、はい、意外と思ったよりも最近の作品がベスト10に入ってて、ちょっとびっくりしました。ああ、そう、うんうんうん、そうだね、ちょうどね、いい感じに入ってたね、うん、ほんとね、うん、まあ、その他にもね、まあ、結構僅差でね、うん、11、12とかはね、まあ、そんなに変わらずに、見ていただいているんだけれどもね、うんうん、まあ、こういう機会にね、ぜひその過去の作品も、見ていただければなと思います。そうですね、はい、はい、まあ、今回はこういった形で、菊池家リビングシアターをまるまるっと、振り返ってみました。はい、はい、まあ、今後もね、いい作品を、うん、続けて、頑張っていきたいと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたしますと。お願いいたします。はい、じゃあ、まあ、いいかな、研究さんはこんな感じで、はい、はい、ではまた明日です。いってらっしゃい。